Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam. From tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more, from unforgettable looks to unforgettable gifts. With fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in-store or at hm.com. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナーウィークリークローズアップ昨年末岸田政権が提唱する資産所得倍増プランの具体策の一つとしてニーサの大幅拡充が発表されましたこのニーサ来年から拡充されるということですがどういうふうに変化するのか学びたいと思いますファイナンシャルプランナーの中村健二さんです中村さんおはようございますおはようございます 中村さんが驚くぐらい。はい、来年以降、n i s がガラッと変わるという。はい、その現行の制度からどう変わるのかっていうのを今日聞かせてもらえますか？分かりました。はい、まずポイントは4つあります。4つ、はい、はい。まず、1つ目はこの制度自体が高級化される。うん ずっ,とずっと続くそして、はいうん、非課税で保有できる期間が無期限化される<ー>昨日一般ニーサ a は5年、はい、積みニてサ i s は20年って言いましたよね、ええ、これが無期限化されるんですよね<ー>すごくいいことですもうこれだけでもいいことなのに、うん、2>, 2つ目積みニてサと一般ニーサの非課税の枠がそれぞれ3倍2倍になります積みニてサは今40万ですけど、ええ、3倍の120万まで拡充されて、うん 一般ニーサは名前が成長投資枠っていう名前に変わる予定なんですけれども、ええ、今の120万から240万になるんですおお2倍にすごくないですかすごい今までよりももっと多く投資できるようになるそういうことになりますよねはいそして3つ目、はい。昨日私積みニてサと一般ニーサがは併用できませんって言いましたけどどっちか選びなさいって言われましたね、はい、2024年からは併用ができるようになるんです、はい、ええ ってことはさっき言った3倍、2倍の額、はい、合わせた額、最大投資できるとそういうことです、<ー>積みニてサの枠で、うんえー、120万、うんえー、一般ニーサの枠で240万、うん、合わせて360万、1年間に投資できる枠があると。増えるわけですね、それだけ。はい 続いてポイントの4つ目ですがじゃあ360万を10年も20年も続けられるか投資し続けられるかそもそもそれだけお金があるかっていうのはね <laughs> そうな話にあるんですけどそうではなくて障害投資枠っってていうのは決まってますあ<ー>これは富裕層優遇にならないように上限を設けてるんですけれどもまあ単純計算でいくと、ええ、積立枠と一般枠がそれぞれ で合わせると三百六十万ありますから、はい、月三十万の積み立てをしたとすると年間三百六十万ですよね。五、はい、年続けたら千八百万になりますから、だいたいそれでいっぱいになると。はい、なるほど。まあ月十五万だったらその倍とか、えー、月七万だったらとか、まあそういう感じですよね。なるほど。ただそんなに毎月投資できないんですけどね。<laughs> まあ、ね、最大それでぐらいできるよっていうことですね。はい、もうポイントはこの四つですね。じゃあちょっと詳しく聞かせてもらえますか。はい まずあの積み立ていう名前に変わります。はいうんうん、先ほどもご説明しましたが年間の投資枠は120万円、うん、でずっと積み立てていって、まあ、例えばこの120万円積み立て枠しか使わないっていう場合であればですね、ええ、10年間使い続けると1200万、うん、で15年までいくと1800万になりますからね。120万の枠がありますけれども10万全部しなくてもいいんですよ。ええ 別に1万円でもいいでですすそうなんですね、はい、もっと言うと1,000、ええ、円から積み立てができる証券会社もありますから1,000<ー>円ずつの積み立てでもいいです。ところ商品によっても一口いくらからとみたいなのが違うわけですか、はい、あります。で積み立て投資枠っていうのはもともと積み立てに i を引き継いでますので、ええ、投資できる商品は今のところですね、ええ、あの投資信託の予定になっています。うんうん でこのまあ120万ですけれども、はい、ずっと長く積み立てていくことができるからでは老後資金とかに向いてますよね、老後資金の形成に。あなるほど今まで40万しかできなかったのが、ええ、まあ40万って割る12にしたら3万3333円ですからちょっと中途半端でしたよね <laughs> だからまあ120万だからすごいすっきりしたなと私は思うんですよね。あ でもう一つ一般ニーサ株式投資とかする人は、はい、こっちの一般ニーサの方になるんですけれども、ええ、これが成長投資枠というのに変わりまして、ええ、今の一般ニーサの2倍 2>、うん、240万までなりますから、うん、これは結構大きいですよね。株式投資する人ってやっぱり100株単位なので、まあ、やっぱり30万40万単位とか言ったら100万単位で取引されてる人いますから。例えば、まあ ずっと買い、毎年二百四十万買い続けて、ええ、障害投資枠千八百万って言いましたけど。うん、えー、ずっと二百四十万買えるかというと、うん、成長投資枠の方だけは千八百万もできないんですね。千二百万が上限になってます。あ、ここに違いがあるんですね。はい、ですから、毎年二百四十万株を買い続けると、うん、まあ、五年でストップというようなイメージですね。それ以上使いたい場合は、積立投資枠の方を使わないといけない。うん で積み立て投資枠の方では株は買えません投資信託だけなるほど、はい、<ー>なのでまあ使い分けされたらいいと思いますね、えー、でこの2つがそれぞれ今まではですねここ,ここまでで終わりますよっていう制度だったんですが、はい、高級化されるだからもうずっと続く<ー>我々がね、えー、おじいちゃんおばあちゃんになっても続いているわけですよ そして、うん、非課税期間が無期限ですから今年買った株とか投資信託を30年後に売っても非課税、はい、これは大、OK ね、大ききいいでですすねね、はい、それ聞くと一つ疑問は今現行の制度でやってるわけじゃないですか、はい、兄さん。これ来年から変わるんであれば来年まで待った方がいいんですか始めるにはあそう考えますよね。うん これも資産運用の始め時きがどうかっていう話になるんですけれども今年はまだ今年の現行制度ですですから一般にいさ積立みたて百二十1 2 0万40万ですねさっきまで話したのは来年からですで今年120万例えば一般にいさで買ったとしますこれは来年とまた別物ですので来年からの1800万の障害投資枠には入らないただし今年買った分は一般にいさであれば非課税期間は5年。 積 NISA で40万買った人は20年ですからそこでまあ終わりということですね。うん、はい。なるほど。あじゃあ来年から変わるからって言って今年始めた人の制度がガラッとそっちに組み込まれるわけじゃないんですね。ではなくてむしろ、えー、来年からの枠とは別枠でできるっていうのもありますし、うん、例えば来年からじゃあ制度変わるから始めようかなって、うん、今資産運用をぼんやり考えている人であれば、うん、僕は。 いつ始めるの今でしょって感じで<ー>今からでもいいいと思います待たなくてもいい、はい、というのも、まあ、今の現行のニーサを利用して制度をスタートするんですけど、うん、投資っていつが高いか安いかっていうのは分かりませんよね。はい、なので始め時ってすごい難しいこれもよく相談されるんですけど、うんうん、私は始めたいと思った時が始め時だと皆さんには言うんですよね。うんうん、というのも今高いか安いか分からない、はい、なので今から始めてて結果今今年安かったら、ええ 安くてて買えてるわけですから<う>この機械を逃すことになるので機械損失が出てしまうからう私は始めるなら。 始めようと思ったらですね、うん、もうすぐにでも始められたらいいと思いますなるほどただなんかちょっとやっぱ資産運用って怖いんじゃないのかなとかねそうですよねやったことないとはい。すぐ損失が出てくるんじゃないかリスクが怖いなと思うんですけどう、はい、うんうん、うん、思いますよね、えーえー、で、それを長期的に考えていくと、うん、そんなに怖くないんですよ、えー、実は、えー、投資って皆さんタイミングを見てしようとするから、はい、どうしてもそのその 買った時の値段よりも価格よりも上がった下がったで、うん、下がった場合は損した損したって大体、うん、皆さん儲けたら、うん、あんまり大きい声で言いませんから <laughs> 損したら「田畑さん怖いよもうやめとき」って「もう投資なんて」って言いますよね。って言いますよね。って言いますよね。ってりい人も投資って怖いなって思すんですけど、うん、そうじゃなくてもういろんなマーケットに分散したり時間も分散したりすることで投資ってそんなに怖くないです おお、はい。じゃあ、そのあたりのお話を明日。わかりました。詳しく伺いたいと思います。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ペンが走るね。いや、たくさんチェックさせていただきました。やるなら今なんですね。という中村さんはもう始めるなら今派なんですけどね。ええ、でも、まあ、じゃあ、具体的に始めるとすると。やっぱりリスクとかって気になる。すっごく気になります。そのたり。どうしよう。 明日の放送も聞いいてね <laughs> ととうことですファイナンシャルプランナーの中村健司さんでした <laughs> プロデューサーは孝三郎ディレクターはボン AD はマイルスわんこ好きのわんこ好きによるわんこ好きのためのスタッフもわんこだらけのとがった番組です聞くだけでわんことの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか 山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>